as to koma inu guardian statues jake davis writes in his website that koma inu sometimes referred to as lion ducks the guardian statues that can be found guarding the entrance to shinto shrines as well as temples or even secular sites Come in a massive variety of styles, shapes, and forms. And also, Jake Davis writes that Koma'inu come in pairs, often one male and one female, though male male pairs are not uncommon. Sometimes one will have a single horn. In the Heian period, these were called Komainu and the hornless ones were called Shishi, lions, though nowadays both are referred to as Komainu. No, 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 no! They are not guardian dogs but deities themselves, Enlilu and live and 延期 by 広し林ハンマスリージャパン狛犬は犬ではありません神つまりエンリルとエンキでした狛犬エンリルエンキ説 by 林広ですバビロニアに残るバウンダリーストーンです今から約 年前の境界石ですその境界石にはエンリルとエンキが刻み込まれていますまず皆さんにそれをしっかりと確認していただきたいと思いますエンリルですそしてその向かって右側にいるのがエンキですエンリルと 延期ですこの文様に注意してください何やら屋根のようなものが描かれていますがこれは屋根ではありません後で詳しく説明しますが神殿ですその神殿の両側に鎮座しているのがエンリルと延期ですエン説です いろいろな名前が付けられていいいますろろな説明がなされています。しかしこれはエンリルとエンキです。独特なヘルメットつまり帽子をかぶっている点に注意してください。そのヘルメットイコール帽子が一致します。つまり犬ではなくてここに鎮座しているのはエンリルそしてエンキの神ということになります。 そしてそのコンセプトは英国王室ともつながっています英国王室の紋章です向かって左側にいるのがエンデルライオンですそして向かって右にいるのがエンキユニコーンです頭に角がある点に注意してくださいそして左右反転していますがそのコンセプトは そのまま日本のコマイヌへとつながっています。五島です。左がエンデルということになります。右がエンということになります。頭の上に角がある点に注意してください。こうしてエンリル、エンは日本のコマイヌへとつながっています。向かって 右側のの狛犬の頭にに角がある点に注意してくださいまたその点を確認してください日本の狛犬は犬ではありませんつまりエンリル縁起の神を表していますそしてそのコンセプトはミトラ教の神事の様子とも一致します ミトラ教の神事の事様子を表した絵です向かって左側にいるライオン神の神これがエンディルということになりますそして向かって右側の三角の形で示されているのがエンキということになりますこの三角の形は現在のフリーメイソンあるいはイルミナティのマークとも一致していきますエンキすなわちプロメテウスです 続く動画をご覧いただく前にもう一度この写真を上下見比べてみてください上段上左がエンリルです右が円紀ですえつまりバウンダーリーストーンに表現されているエンリル円紀の模様はつまりは神のかぶるヘルメットであったということになりますその形が一致しています では続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now。Japanese Koma Inu or Guardian Dogs as Enlilu and Enki Theory。 God on your left side a lion or a bull. The forefeet of the god on the left side holds his forefeet like a bull, which indicates that this statue was created on the basis of a bull. Hidarino 折りたたんでいますえつまりこの左の像は牛をモデルにして作られた像であるということですえ続く動画の中ではライオンであると表現していますけれどもやはりお牛と判断しました Wikipedia writes as follows, Koma-inu, often called lion ducks in English, are statue pairs of lion-like creatures either guarding the entrance or the inner shrine of many Japanese Shinto shrines or kept inside the inner shrine itself where they are not visible to the public. The first type, Born during the Edo period is called Sando koma inu, the second and much older type, Jinnai koma inu. They can sometimes be found also at Buddhist temples, nobility residences, or even private homes. It is, however, widely believed here in Japan that they are just lion dogs and koma inu literally means guardian dogs. it is also widely believed in academic society they are from china. ahiroshi hayashi claimed that they are enlil and enki, the gods both in sumer and japan in ancient times. here in this video you see its evidence and Proof! コ犬は犬ではありません。エンデルとエンキの二人の神を言います。また、中国から渡ってきたと言われていますが、本当にそうでしょうか今日は改めてその狛犬について検証してみますが、まず最初にシュメールで見つかった狛犬そっくりのアーティファクトを見ていただきます。顔はライオン顔ですが、体は獣つまり、 動物です。これは現地の研究者によれば延期ということになっています。地球の支配者延期であると。が本当にそうでしょうか私の見たところどう見てもライオンです。縦紙がしっかりとあります。もし延期ならお牛ということになります。私はこの像で表現されている動物はライオンであり、このアーティファクトはエンリルと判断しました。それについての動画はこの後につなげておきます。 最もっとも、このことは今日の動画では、それほど重要なことではありません。今日の動画について言えば、こうしたアーティファクトがシュメールで見つかっているということです。つまり、日本の狛犬そっくりであるということです。え今日は、このアーティファクトを中心に話を進めていきます。広し早市浜間シティジャパン。こんな情報が 手に入りました。シュメールの発掘物についての研究論文です。ウールですね。で、その中の1ページに左上のようなアーティファクトがあったというのです。このアーティファクトです。発掘物です。で、これを見たときに私は日本の狛犬そっくりだと思いました。で、これは エンディルなのか、エンキなのか、ということなんですけども、この研究者によれば、これは牛であり、エンキであるというわけですね。しかし、まあよく見て,て、と言いますか比較していただくとわかりますように、ライオンのようですね。牛ではなく、ライオンだと思います。その証拠に、縦紙、そして顎の下にはふさふさとしたあ髪の毛イコール毛があります。で、私はこれを、エン、 リると判断しました。まあ、今日の、まあ、動画にはそれほど重要なことではありませんけども、とにかくこうしたアーティファクトが見つかったということです。ビンゴですね。で、厳島神社の、えー、狛犬を皆さんにまず見ていただきます。日本では犬ということになっています。guardian dogs と訳されています。なあち、護衛の犬と。 まあそういうことなんですね。もっとわかりやすく言えば、番犬だというわけです。で、これがその狛犬です。で、日本ではですね、向かって左側に角のある狛犬、右の方に角のない狛犬が配置されています。この角を見ていただきたいと思います。これはユニコーンですね。そして右の方は角がありません。 で、この角のあるなしで判断するわけですけども、左が延期、右が延リるということになります。左右入れ替えてみます。で、日本だけで見ていると判断がつきかねますので、英国の王室の紋章と比べてみます。下が英国の王室の紋章です。向かって右がユニコーンです。左がライオンってことになりますね。 で、角があるなしで判断します。で、さらに、ミトラ教の真事の様子を表したこの絵を見ていただきたいと思います。向かって右に三角形があります。そして左にライオン顔の神がいます。右が縁起、左がエンリルということになります。そして、右の方はですね、やがて、えフリーメイソンと流れ、銃の像へと繋がっていきます。 延期、すなわちプロメテウスの足にはこのような鎖がついています。まあ、この鎖で判断します。上の王国の紋章の中のユニコーンにも鎖が巻いてあります。すなわちルシファーということになるわけですね。ローマンカトリックではサタンと呼ばれています。同じ紙ですけども、プリメイソンの方では人間を解放した英雄、すなわちプロメテウスであり、ローマンカトリックの方では サタン中のサタン、すなわち悪魔ということになるわけです。そしてその流れはフランス革命へとつながれ、そしてまあ自由のシンボルとなっています。そして足でですね、ライオンをこの女神は押さえつけています。このようにですね、西洋では足で踏みつけることによってその優位性を示しています。すなわち、ンキがエンリルを押さえたということをこの絵を表しています。そしてアメリカの一サスの裏にこの三角形の模様が描かれています。こうして、それぞれの、まあ、 アーティファクトと言いますかね、ものがですね、こうして繋がっていくということです。そして左が、これがエンディルということになりますね。そして角と一体して繋がっていくということです。なおち、えー、一番上の左はエンディルであり、右が延期ってことになります。そして今回、こうしたアーティファクトが見つかりました。シュメールの神です。で、先ほど言いましたように、この神はですね、まあ、 シュメールの現地の研究者によれば、延期ということになっていますけども、まあ体がですね、ライオン、ライオンであることから私はエンリルと判断しました。その証拠に、このミトラ教の神事の様子の向かって左側のこの、まあレリーフを見ていただきたんですけども、ここにライオン顔の髪がいます。まあ日本でいう不動明王ですね。いわゆる、まあ恐ろしい、見た感じ恐ろしいか顔の髪ということになります。それを当てはめてみますと、日本の狛犬そっくりに、 なるということです。なあち、このアーティファクトはエンリルを表している。なあち、ライオンのエンリルを表しているということになります。中国語では獅子と言いますね。なあち、狛犬はこのように犬ではなくて、エンリル延期の神々を表しているということになります。番犬という発想は、なってますが、かなり日本人的な発想ということになります。ここは神々の え、両地であるぞということをこのように紙を並べて、え、示したということになります。で、まあ、ここではエンリル・ブルと書いてありますけども、書きましたけども、エンリル・ブルっていうのは、現地の研究者の言い方です。で、結論ということになりますけども、この、えー、ミトラ教の真事の様子が大きな手がかりになりました。で、左、向かって左側にいるのがエンリル、そして右にいるのがエンキということになります。 エンリルは普通ライオン顔と言いますかね。ライオン顔で示されることが多いです。そして塩気は三角形で表されることが多いです。そして、まあ下に、まあお見せしたのは一般的な神社と狛犬です。そしてこのように配置されているということですね。日本は左右が反転しています。そして、まあ並べてみますと、右が塩気、左がエンリルということになります。そしてこの中央にあるのは、当然まあミトラ、のミトラ教の神社はミトラということになりますけれども、いわゆる、 神の中の神、すなわち、えアフラマザーということになるわけですね。日本風に言えば、大日如来ということになります。もっと言えば、アヌオだったかもしれません。あるいは、アヌオがアフラマザーの名前を語って、地上に君臨し、君臨してとも考えられます。まあ、このように考えますと、矛盾なく、綺麗に説明できるということですね。すなわち、日本の神と、そして、シュメルの神はこのようにして繋がっている。もちろん、 ヒロののシハヤシ will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a guardian dogs in Kongo Buji Temple, Koyasan, Japan. But they are not a guardian dogs as have been said in the history of Japan. They are a lion and a unicorn or Enlil an and Enki ancient gods. Here is its evidence Ototo san Kongo Buji 向かって左側がですね、頭に角のあるユニコーンです。そして向かって右側がライオンです。左側がエンキですね。そして右側がエンリルということになります。ライオン顔です。まあ、角のあるなしで判断します。ご覧ください。そしてですね、まあ、西洋と東洋ではこの位置関係が反対になっています。 まあ、エンディルというのはですね、もともとライオン顔なんですね。ですから、まあ日本でもライオン顔で描かれています。下がですね、えー、私が見つけましたちょっと変わった絵なんですけども、これがエンディルであり、延期であるかどうかということはわかりません。しかし、まあこうした絵もあるということですね。しかし下はですね、これはミトラ教の神事の様子です。えー、今後無事でもですね、いわゆるまあ樹海の儀式をですね、えー、体験することができます。 全く同じ雰囲気で、同じ、まあ、マントラを読んでですね、そして、あの、儀式をします。まあ、左がエンリル、右がエンキということになります。で、エンリルはライオン顔ですね。で、エンキの方は、まあ、三角形ですねで。左右反転していますと、位置関係が同じになります。えー、向かって、右側がエンリル、ライオン顔ですね。そして、左側がエンキ。すなわち、まあ、やがて、フリーメイソンへと繋がっていくわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。 まあ、プロメテウスということになるわけですね。そして一方、同じプロメテウスですけども、ローマンカトリック側が、はですね、ルシファーと位置づけています。で、このエンリル、日本では不動明王となるわけですね。そしてこれ、あの、セリフ、木村さんが送ってくださったんですけども、えー、三角の、まあ、いわゆるシンボルマークを持った、 ま、自由の象徴がですね、ライオンを足で踏みつけているところに注意してください。このように西洋、まあ、東洋でもそうですけども、足で踏みつけることによって、えー、優位性を示すわけです。ライオンを抑えています。一方、これがですね、UK のシンボルマークですけども、頂点にライオンがいます。そしてユニコーンが向かって右側にいますね。いわゆるズサだということですね。すなわち、こうしてライオンの優位性を示しているということになります。 まあこうしてフランスと、まあ、UK とはですね、その、まあ、宗教的にも対立してきたということを意味するわけです。ライオンが頂点にいますね。で、こうしてフランスと UK というのは、まあ対立関係に、宗教的な意味でも対立関係にあったということになります。その上に当然いるのが神、すなわちアフラマザーということになります。ご覧ください。いわゆる向かって、まあ、 この西洋風に言えば向かって左側がエンリル、向かって右側がエンキということになります。頭に髪の、髪髪がかぶる、まあ、いわゆるヘルメットをつけているから、そう判断します。なあち、犬ではないということですね。しかし、ネムルードのこの発掘された、このいわゆるまあ、像によればですね、文板と、そして毛玉の、 ラマックス、ラマツですかね像と書いてありますけども、獣なんかじゃありませんね。獣が神々のヘルメットを被るわけがないわけです。ですから、まあ、このように誤解されているということですね。その証拠に、そうしたその神々のヘルメットっていうのは、リーフ、あるいは彫刻として現在に残っています。えー、日本の大日のよう、まあ、たまたまですね、今後無事の、いわゆる根本台頭の中にある、まあ、あの、大日のよりも同じ帽子を被っています。ご覧ください。 すなわち、門番でもなければ、獣でもない神そのものなんですね。神は門番なんか必要としないんですよ。すなわち、ここはこの神々に属する、えー、寺院であるということを示したわけです。門番という発想は、日本人独特の発想ですね。まあ、門のところに立ってるから。そしてこれが、まあ、駒、犬となったわけです。もちろん犬,だけ犬ではありませんよ。神様ですよ。ということで、まあ、昨日ですね。 えー、小屋さん今後無事に行ってきましたが、まあ、ちょっとそんなことが話題になりましたので、私はですね、ちょっとしたかぶりして皆さんに説明してあげました。向かって左側がユニコーン、そしてみんなですね、ライオンということになります。まあ、ユニコーンは延期の象徴、そしてライオンはエンリルの象徴ということになります。 遠い過去においてはですね、えー、延期も遠離でも仲が良かったみたいですね。やがて対立関係に入りますが、それについての、まあ、ビデオは別のところで作りましたので、そちらでご覧になってください。続くビデオは、コマ犬についてのビデオです。まあ、かなり以前に作ったものですから、まあ、まあ、お聞き見苦しいところがあるかもしれませんけども、お許しください。Bye for now! Hello, this is Yuko Atago, Seri Kimura, France and Hiroshaya i h Shi Japan. Guardians dark in mystery. The guardians are Enlil. 謎の狛犬。狛犬は Enlil であったという話です。狛犬です。この狛犬は犬なんでしょうかそれともライオンなんでしょうか それとも別の動物なのでしょうかまあ、駒犬っていう以上ですね。犬なんですね。というのは日本にはライオンはいませんでしたから。まあ、それで犬ということになったんだろうと思います。しかし、これは犬でしょうかそれともライオンなんでしょうかあるいは、この駒犬はですね、一体誰で、どこから来たかということなんですね。で、一般の説に従いますと、駒犬は、まあ、エジプト、 ま、ライオンというライオン説からですね、エジプト、もしくは中国、あるいは朝鮮半島を渡って日本にやってきて、コマ犬として日本で発達したと。まあ、日本独自のまあコマ犬が出来上がっていったというわけですね。まあ、しかし本当にそうでしょうかまあ、単純に考えれば、まあ、失礼な言い方からなるかもしれませんけども、単純な考え方をすればそう,いうことになりますけども、本当にこれはライオンなんでしょうかまあ、少し回りくどい説明になりますけども、ゆうこさんからこんなメールが届きました。 イギリスの、まあ、これ、紋章なんですね。で、中、この紋章を見ますと、向かって左側にライオン、向かって右側にユニコーン、いわゆる一角獣がいますね。で、この紋章を見るとですね、えー、今言いましたように、このライオンが左向かって左側にいるし。しかユニコーンが右側にいると。とそして、頂点に、えー、ライオンがいるわけですね。ということは、このイギリスの紋章においては、ライオンが優勢であると。いわゆるそのライオンが、 ユニコーンを押さえているということになるわけです。そこでユニコーンを見てみますと、鎖が巻いてありますね、体に。ということは、これはあの、まあ、ギリシャ彫刻によればですね、これはプロメテウスということになるわけです。そこで、自由の像、アメリカの自由の像を見ますと、やはり、ここに鎖がついていますね。ところは、この自由の像っていうのは、あの、バッカス、いわゆるディオニソスをモデルにしているわけです。 で、リオニソスをモデルにして、あの、まあ、自由の像ができたわけですけども、顔の形同じですね。それから、えー、髪の毛も同じです。そして、えー、バッカスって言うんですけど、ローマ名はバッカスですけども、バッカスも胸が大きいです。まあ、ブローシの神様と言われていますけども、で、リオニソスなんだと。で、自由の像がなぜ、えー、鎖をつけてるかですけども、それにはちょっとま、また理由があるわけですね。 実は、ギリシャ神話の中で、鎖で巻かれていたのは、プロメテウスなんですね。プロメテウスは、人間を改造して、現在の私たち人間にしたわけです。そして、足に鎖を巻かれて、まあ、野に放たれるわけですね。そして、鳥に粒を割れてっていう、お腹のところに通り、ま、がいますね。じゃあ、なぜ、えー、自由の像は、あの、プロメテウスじゃなくてディオニソスかと言いますと、プロメテウスが人間を作った時に最初に、まあ、粘土から作ったのが、ディオニソスということになっているからなんですね。 で、延期の話になります。延期は、まあ、人間を救った、まあ、神様であると。まあ、神様というかね、あの、あの、まあ、フリメソン側に言わせれば、これは英雄なんですね。で、まあ、あの、カトリック側に言わせれば、ルシファー、ー悪魔なんですね。まあ、どちらが正しいか、それはまたこれから結論が出るところなんですけども、一番上ののが、マリアンです。マリアンも、ーフリギア帽を被っています。いわゆるこの流れなんですね。で、フリギア帽は当然、ミトラ教 の流れを組んでくるわけです。えー、そしてあの、まあ、自由のシンボルともなるわけですね。この帽子が。そしてフランス革命が起きるわけです。そしてその上に当然いるのが、ミトラでありミトあ、ミトラであり、その上にいるのがゾロアスター教ということになるわけです。この流れの中から、まあ、あの、自由の像がの生まれてくるわけです。で、一番上にいるのが、まあ、当然、延期ということになるわけです。まあ、その上になりますと、このアフラマズダー。 アヌ王からアフラマズタといくわけですけどもね。延期ザラスストラ、ミトラ、それからフリギアボート来てフリーメーソンにその流れが継がれて、そして、えー、自由の像へとアメリカの自由の像へと繋がっていくわけです。まあ、こういった流れがあり、中で延期がいるわけです。で、フランスの方ではですね、左側は、ーセリー、あの、木村さんが送ってくださった絵なんですけども、ライオンを足で押さえてますね。この足で押さえるっていうところが、あの、いわゆる、まあ、ポイントなんですね。 なわち、えー、フランスの方では、ライオンを抑えている。なわち、エンディルを抑え込んでいるっていう意味なんです。そして手に持ってるのが、まあ、あの、フリーメイソンのマークである、シンボルマークである、この三角形に目、いわゆる、アイオープロビダンスなんですね。節離の目です。あるいはアイオープロメテスっていうのは元々の言い方だったんですけどもね、アイオープロビダンスという名前を変えたわけです。上にいるのが、左がエン、エンキー、そして右ののがエンディルということになります。 こうして二派が分かれるわけですね。真っ向から対立するわけです。で、エンリルは人間の改造に反対し、延期は人間の、それを押し切って人間の改造をしてしまうわけですね。それの流れがカトリックとミトラ教に引き継がれるわけです。 で、これはイギリスの王室の紋章ですけども、これはあの逆にですね、一番上にライオンがいることが分かりますように、えー、一番上にエンディルがいるわけです。これで右の方は、今度はあのミトラ教の神事をしている絵なんですね。マコデさんって方が届けてくださいました。で、この神事をしている絵の中の丸の中に、えー、左側にあるのがエンディルで、右に書き込んであるのがエンキーってことになります。中央にいるのはミトラ教の神事ですから、当然ミトラの、ミトラがこの絵が描かれています。 ま、こうしてあの、ま、比較してみますとですね、ま、コンセプトが同じだということわかりますか真ん中に、いわゆる王を置いてですね、そして左右に、ガーディアンを置いてるわけです。で、もう一度この二人の神様を見ていただ、見てください。これはあの、神様なんですよ。いいですか犬じゃありませんよ、左側。これはエンディルなんです。そして、右の方は三角の、ま、マークの中に書いてあるのが、エンキのシンボルマークですね。そして真ん中にいるのがミトラになるわけです。 で、まあ、こうして中央に大きい、そして真剣を持っている大きい左右に紙を並べるというやり方なんですね。で、この流れをもう一度見てみますと、中央にアヌ王がいます。そしてそのアヌ王が腹違いのエンリルとエンキが生まれます。そしてその孫娘の イナンナ、いわゆるシタールが生まれるわけですね。そして、その、まあ、二言の兄弟ですけども、ウトゥームとイナンナが生まれるわけです。イナンナが、やがてバビロニアを支配する女神となっていきます。もちろん、日本の、日本の、日本にも、日本ランドにも君臨しました。こういう流れの中からですね、えー、右の延期の方は、いわゆる、まあ、なんて言いますか、 まあ、プロメテルスなんですけどね、プロメテルスになって、そしてそれがフリーメルソンリーにつながり、そして、えー、エンディルの方はあ、ヤーフェ、ヤーフェになって、そして、旧約聖書の流れを組んで、そしてローマンカトリックとつながっていくわけです。エンディルとエンキ。いわゆる、ま、なんて言いますか。あの、いわゆるガーディアンではないということです。そしてこのコンセプトと言いますかね、は、あの、日本のコマエニとつながっていくわけです。 で、もう少しちょっと回り道しますけども、フランスのミトラ、ミトラ教についてちょっと説明しておきます。まあ今言いましたように、これがミトラ教の神事をしているところですけども、あみんなあのフリギャ帽を被ってますね。いわゆるトルコ、チューブの孤名です。これがフリギャ帽です。そして、まああの、 奴隷のシンボルとなると同時に、またローマ時代には解放、そしてフランス革命の時には自由のシンボルとなって現れてくるわけです。このマリアンもよく見てください。あの、フリギャ帽をを被ってますね。えー、フランス革命の時に、投資たちは皆このフリギャ帽をを被って、えー、フランス革命の投資として戦ったわけですね。そして左が、まあ、今言いましたフリギャ帽フリギャー棒。わるミトラ、ミトラというのはフリギアまあトルコ中部で生まれた、生まれては、あのー、 ルルリキアで、生まれるんんででですすけどリキアで去っていくんですねこれがエンリルの話になります。これがエンリルです。よく見てください。このエンリルの顔って言いますかね。これはライオンの顔をしてるわけですが、ライオンじゃありませんよ。エンリルですから。で、エンリルの顔を集めていますと、みんな一応にこのような顔をしてるわけです。人間離れしてるって言いますかね。まあ、見方によってはライオンにも見えるわけです。 いわゆる自由と、いわゆる自由の頭を持っている、まあ、神様ということになるでしょうかしかしこれは神あの自由でありませんよ。真剣はラスボを持ってますから。あ日本では尺と言いますね。で、一番右の、えー、不動明王もそれを持っています。 なわち、不動明王はエ演ルとってことになるわけですね。それについての証明は以前いたしましたが、演ルあいわゆる不動明王はですね、日本全国にこの不動、お不動様として祀られていますけども、不動明王はですね、演じルってことになるわけです。なわち、日本を支配した神ということになるわけですね。で、この尺といいますか、棒を持っていることに注意してください。そして一方、今度は延期の話にも行きます。 延期の、延期になりますと、今度はですね、右の方ですね。これが延期のシンボルマークです。そして、この三角の中に目を変えたのがア、アイオ・プロメテウス。プロメテウスの目が、ローマ時代にアイオ・プロビデンスというふうに言い換えられました。セスリーの目というふうにうまく言い換えたわけですね。で、フリーメソンのシンボルマークになっています。そして、その手前に、えー、いわゆるその、がありますね。トー治があります。このトー治が、いわゆるゾロアスター教のシンボルです。で、それは密教になり、未になり、そして、えー、自由の像は、 あ松明を掲げその流れはオリンピックと引き継がれ、さらに、明は密教となり、日本の空間に,によって日本に伝えられ、屋野山で、えー、こうしたごまとなって、まあ、その新人が残っているわけであります。さあ、不動明王イ,イコールエンリル。えー 今、あの、向かって左側にいるのが、あの、エンリルですね。そして、この中央にいるのが、これが神事を行っている、まあ、まあ、の、今ふうに言えば、まあ、あの、牧師さんですね。そして、この牧師さんもやっぱり冒頭はを持っています。不動明王も、真剣を表す冒頭、王剣を表す和を持っています。こうして、まあ、なってますか。神事を行うわけですね。 そこで、ガーディアン・アニマル i いわゆるそのなってますが、動物かどうかということなんですけど、今まで流れから見てわかるように、真ん中に王がいて、そして左右に置いてあるのは、これは動物ではありませんね。神々なんです。同じように、日本のですね、神社もですね、真ん中に神様王を置いてですね、こうというか王を置いて、そして両側に置くのは、これは犬ではありませんね。ライオンでもありませんね。もちろん、ガーディアンでもない。すなわち、神自身だと考えるのが自然なわけです。 まあ日本ではコ犬というふうに、まああのしてしまいましたけども、犬なんかじゃないっていう、まあちょっと通りま、遠回しな説明をいたしました。で、もう一度並べてみますとわかりますように、えー、えアタムさんから次のようなメールが届きました。まあこれはこれ一般説ですね。しかし、まあそうではないと。 ゆうこさんの話と、それから、アタムさんからのメールを、あの、いわゆるその、解釈しますと、えー、実は、この、私たちがコマ犬と呼んでいるコマ犬はコマ犬ではなくて、実は神様自身であったということ、すなわちエンリル自身であったということになるわけですね。そのことは上と下を比べてみてください。そして、えー、 アタムさんがおっしゃるには、むしろ日本の方が発祥地であって、それが、まあ、て言いますか、ペルシャ、バビロニア、それからあシュメ、まあ、シュメール、バビロニア、そしてメソポタミアに伝わっていって、エジプトに伝わっていって、さらに、イングランド、UK へ伝わっていったというふうに考えるのは自然じゃないかというわけです。まあ、それを、まあ、あの、その一つ別の証拠としまして、これ私たちはこれをシシバエと呼んでますね。ライオンダンスと呼んでますけども、これはライオン、ライオンなんかじゃないですよね。 まさにエンディルを表した神様ということになるわけです。実はこれと同じものがですね、ペルーでも見つかっているわけです。まあ、次のが、あの、これがですね、ペルーで見つかった発掘物ですけども、ブラジル、まあ、ペルーの、ここあ、あ、ここはボリビアになりますかね。ここであの、ボリビアあ,あの、<laughs> で見つかったものですけども、ここで見つかっているこれ。これ、これはペルーで見つかっているんですよね。確か。あの、こうしたも、あ ものが見つかってます。エクアドルですね。先ほど間違えました。あの、これが、あの、ペルーで見つかった、まあ、ものなんですけども、それについての記事が出ています。で、これは、 あの別にガーディアンでも何でもない神様なんですよ。何でもないと逆なんですけどもね。神様なんですよ。これと日本の獅子舞と比べてみてくださるとわかりますように同じコンセプトで同じに作られているということなんです。なあち、この獅子舞はライオンではないということですね。なぜならばペルにライオンなんかいるはずもないんですから。ですから、ま、あのこれは神様であるということになるわけですね。なあち、エンリルを表しているわけです。 となると、ここでまた繋がっていきますね。なあち、えー、インカの神様はエンリルであるってことになってきますと、結論は次のようになります。なあち、日本でエンリルが、まあ、縄文文明を引き続きかけつつ、関太平洋を支配するわけですね。で、その後、まああ、このエンリルの、その、流れがですね、えー、ま、はじめに、ま、インカへ伝わっていく,いくわけですけども、まあ、それがペルシアに伝わり、えー エンリルっていうふうに表現される、るそして右の方でインカにも渡わたるインカ人っていうのは、自分たちの先祖は日本から来たって言ってるんですよ。そして、あの、ペルシャから今度はイング UK にわたって、先ほどのライオンの紋章となっていったと。いわゆる日本が、日本がその中心点にあるということなんですね。その、狛犬がその、なんて言いますか、その証拠の一つっていうことになるわけです。で、これが狛犬ですね、皆さん。 ご存知の。これはもう犬なんかでもない。ライオンなんかでもない。もちろん、ガーディアンでもないと。守護獣なんかではない。神様自身だということになります。というのが今日の物語です。まあ、どのように判断なさるかわかりませんし、また、おいおい、まあ、いろんな証拠が出てくるものと思われます。どうも、最後まで見てくださいましてありがとうございました。バイ。